こんにちは、オリエンタルマシンです。本日の作業を始めます。本日はこの私のディアスワゴンなんですけど、出品していたところ落札していただけましたので、ノーマル戻しの続編ですね。今日はこの車外ホーンを取り外していきたいと思います。ちょっと取り付けていたこと自体も忘れてたっていうのもあるんですけど、これいつつけたんだっけな、まだ取り付けた時の動画も残ってますけど、いろんな方にお声をかけていただきながらやったんですよね。1ヶ月ぐらい前かな。よし、これでホーン本体が外れまして、次に配線ですね。プラスの線はこの車の場合はあれでやったんだ、あれとエレクトロタップでやったので、エレクトロタップのところで線をカットすることにしました。これが一番効率がいいんじゃないかな。よし、これで車外ホーンは外れました。このホーンを次の車に使うかどうかはまだ決めておりませんが、使うかもしれません。でボルトを戻して完了ですね。これで大丈夫ですね。よし、車外ホーンを取り外す作業はこれで終わりにしたいと思います。以上でこの作業を終わります。失礼します。